3回目のレッスンに行ってきまして、今回は教えていただいたビブラートについてお話しさせていただきたいと思います。バイオリンのビブラートは、まず指で弦を押さえまして、ある音を出し、そして音を出している状態で指の押さえている位置を変化させることによって、ビブラートをかけます。いろいろなやり方があると思いますが、僕が教えてもらったのは、 弦をを押さえた指を転がすすすよううに動かとということです簡単そうに見えるんですが、これがなかなかやったことない体制だったりして、まず指が動かなかったりします。そして動いたとしても指に力が入らなかったりして、指がカクンカクンとなったりします。ただ動かしているだけであれば動くのですが、弦を押さえ 状態で圧力をかけながらスムーズに動かすということが難しいです腕から元となる振動を起こしまして指に伝えるという感じですここで第一関節が動くにしてもガクンガクンと動いてしまいますと途切れ途切れな感じになって全く綺麗に聞こえません 以前僕も第一関節が思うように動かず、ぺこんぺこん動いてしまい、どうしようもなかったんですが、これは第一関節をゆっくり曲げ伸ばしするという練習をすることで最近動くようになってきました。親指や人差し指なんかはしょっちゅういろんなことで使うので動くのですが、 中指や特に薬指、小指なんかは第一関節のみを動かすことはなかなかなかったりして全く思うように動かないです。最初これは絶対無理かと思ったんですが、ゆっくり練習してるうちに意識的に自ら第一関節を動かすことができるようになってきました。 僕はまだビブラートは練習中っていうこともあってうまい感じでかけられませんがしつこく繰り返して必ずや鳴らせるようになりたいと思いますビブラートは最初緩やかにかけてだんだん速くしたりとか曲になじむように弾くということが大切だそうでゆっくり正確に美しく動かす練習をしなければならないようです ちょっとした裏技としましては爪をあえて弦に当ててビブラートをかけシャープな感じのビブラートにするという技があるそうです今回も見てくださいましてありがとうございましたまた次回よろしくお願いいたします